すげえ、本当に生き返ってる。神様にせっかく与えられたこのチャンス、無駄にするわけにはいかないな。でも時間は1日しかない。こんな刑事とさっさとおさらばして、耳鳴りのリズムに乗って俺は先を急ぐぜ。待ってるよ、絶対あの野郎に復讐してみせる。次回マッドラットデッド 1-2 刑事脱走。さあ俺にはもう時間がないんだ。邪魔をするなこの悪夢め。俺が倒して、また俺は死ぬのか。刑事も無事に抜け出して結構順調にいけてるな、ね、いいよこの調子で俺の願い絶対に叶えてやって、ね、うるせえなさっきから。やっと気づいてくれたんだねネズミくん。俺の心臓が喋るようになっちまった。僕が一人ぼっちの君の話し相手になって。いや頼んでねえよ。なんで俺は心臓なんかおしゃべりしてるんだ。次回マッドラットデッド 1-3 とある研究所。タラタタタラ。うわお前のせいでリズムが狂っちまうだろう。歌うじゃねえ。ハートが一番大事。うわたくさんのラットがいるね。ああ、俺と同じ実験用ラットたちだ。だが一緒に行こうって言っても断られたし、まったくどいつもこいつも俺と違って育児なしばっかりだ。俺は一人で行くぜ。もう僕がいるじゃん、そんなカリカリしないで。っていうか君の方がおかしいんじゃない。は、俺はおかしくなんてね。次回マッドラットデッド 1-4 仲間たちの刑事。あんな大口叩いちゃって本当に大丈夫。大丈夫だって、早く行こうぜ。うわー言わんこっちゃない。うわまた腰抜けどもがいる刑事に来ちまった。あんなビッグマウス叩いといて捕まるこの手下手らく。笑うな、うん、にしてもこいつら前と雰囲気違うような。そう、こんな感じじゃなかったっけ。うわやっぱり何かおかしい、どうしまったんだよ。何を言っても無駄か、ならやるしかねえ。次回マッドラットデッド 1-5 VS モブラット。ああ時間がないよ、早く早く。こんなとこで終わるわけにはいかねえ。あと次回は音量注意だ。あれ神様、俺は一体どうなって。マッドラット、ああよかった、永遠に起きないのかと思ったよ。こんなとこでくたばってたまるかよ。ってここどこだ。なんかよくわからないけどすごいたくさんの水があるよ。ちょっと疲れたし飲んでみる。死んでもそれだけは絶対飲まないぞ。次回マッドラットデッド 2-1 暗い水の通路。なんでお前がそれ言うんだよ。まあいいじゃん、たまには。にしてもここ結構危険かもね。ああまったく冗談も匂いもきついな。ねえマッドラット。なんだ。なんでいつも少ししか時間を巻き戻さないの。俺は生きたいんじゃなくて、生きた証を残してから満足に死にたいからだ。偉大なことを成し遂げてな。なるほど、生きた証ね。それなら僕はもっと応援のダンスを頑張って生きた証を残すよ。ああ、あれか、そういやあんまり見てないな。次回マッドラットデッド 2-2 落書き。ここで似顔絵コーナー。研究所にお住まいのマッドラットくん、ごちゃい。明らかにバカにしてるよな。マッドラット、僕ちょっと散歩してくるよ。は？君どうせ夜死ぬからっていろいろ好き放題やってるでしょ。だから僕も好きなことしよっかなーって。おいおい待て、心臓のお前がいなくなったら俺死んじまうだろ。だって前お前がいると気が狂うからどっか行ってくれって言ってたじゃん。いやあれはまだ慣れてなくて突然だったからちょっと混乱してただけ。次回マッドラットデッド 2-3 流れて降りて。というわけで行ってきまーす。お前がいないとマジで俺死んじまうって、戻ってこい。おーうわぁ、どうしたの急に大きな声出して、心臓に悪いよ。今なんか言ったような。え？何もいないけど。あ、いいこと思いついちゃった。ちょん、おぉいつも強気な君がこんなにひよってるなんて。お前、いきなり尻尾触るの反則だろ。次回、マッドラットデッド 2-4、暗がりの先。もう何も怖くないって言ってたのにめちゃくちゃ怖がってるじゃん。いや俺にだって可愛いところはあるってことだよ。自分が受けた仕打ちの仕返しをする幽霊を怨霊って言うらしいよ。怨霊、それだ。俺今あの腰抜けネズミどもの怨霊に襲われてるんだよ。
でも復讐しようとしてる点では君も同じじゃない？俺はこんなに気持ち悪い姿はしてないぞ。やばい、逃げるぞ。何が起こってるのかわからないんだけど、ちょっと僕も幽霊見たいよ。次回マットラッド Z2-5 VS ゴーストラッド。君は生きてるから生きた化石ならぬ生きた怨霊だね。言われても全然いい気分がしないぞ。もうまたマットラッドが失神しちゃった。しっかりしてよ。あ、これを機に僕に主人公を交代しちゃう？うわ、起きた。なんだよ、うわって。何しても起きなかったのに、よく起きたね。なんだか、俺の立場が危うい気がして、本能で起きたんだ。そうなんだ。なんでさっきからちょっと残念そうなんだよ。次回、マットラット Z3-1。とある研究所？ちなみに何してもって何したんだ？普通にビンタとかハグとか、あとキスとか。嘘だろ。人間は好きなやつに思いを伝えるとき、月が綺麗だって言うらしい。へえ、おしゃれ。なんでそんなこと知ってるの？そういうの好きなの？俺は別にそんな甘ったるい話好きじゃねえ。ただ研究所の人間がそういう話してただけだ。なるほどね。いいな、僕もそんな甘酸っぱい気持ちになりたい。ちょっと僕に言ってみてよ。は？なんでお前なんかに。次回マットラットベッド3-2ちぐはぐな満月。まあまあ一回だけ。月が綺麗だな。月なんてないよ、何言ってるの。ああ、はめられた。いたぞ、人間だ。ついにこの時が来た、復讐してやる。待ってよマットラット、人間なんてどこにいるの。そこにいるだろ。君頭おかしくなっちゃったんだね。おかしいなんて言われ慣れてるから何も感じないで。こんなに狂った君じゃ君の人気落ちちゃうな。そういうこと言うのはずるくないか。次回バッドラットデッド3-3幻惑する黄色。やっぱり君はおかしいって。なんだよ、俺には時間がないんだ。お前に構ってる暇な。あ、やべ終わった。やった、ついに人間に復讐した。これで俺は気持ちよく死ねる。バッドラット、君は。なんだよ、俺は俺のままだ。その他何でもねえ。どうしてこんなに。あ？こんなに常識外れネズミのくせに普通のネズミみたいにチーズが好きなの？理解できないよ。いいだろう別に。次回マットラットデッド3-4ご褒美のチーズ。チーズばかりじゃ健康に悪いし、僕が鍛え直す。こっちに来い。絶対これそういう雰囲気じゃないだろ。なんでよここは。おい、元の場所で戻せ。君は完全に狂ってしまった。僕がここで君の目を覚ます。なんだと、たかが心臓が生意気だな。俺とやろうってのか。受けて立つ。くそ、こいつ結構強いな。これは君を守るためだ、容赦はしないよ。全力で来い。次回マットラットデッド3-5 VS マットハート。いった、君もっと自分の心臓を大切にしろよ。お前も本体の俺を痛めつけてんだろうが。まったく、これでようやくチーズにありつける。待て、仕方ない。殿下の宝刀、目覚ましビーター。いって、いきなり何するんだ。君が死にたいのか。うわ、死ぬ。だから言ったろ。なんだよここどこだ。今はとりあえず逃げまくるんだ。あの夕日に向かって走り続けろ。完全にまだ太陽昇ってるけどな。次回マットラットデッド4-1黒い穴。僕には夕日が見えるんだけど。嘘だろ、今度はお前がおかしく。なんて嘘。次は俺がビンタしてやろうか。俺が今まで見ていた世界はまがいもの、全て無駄だったのか。そんなことないよ、もう俺には時間がないってのに。少なかろうが時間は残ってる、だから進み続けなきゃ。ああそうだな、お前のおかげでまた進めそうだ。って、おい、どうした。あったかーい。俺で暖を取るな。次回マットラットデッド4-2外側の世界。じゃ行こっか。ああ最後までよろしく頼むぜ。もちろん、なんたって僕は君の心臓なんだから。あ、こんなとこにもネズミか。夜によってこのネズミたちも幻覚見てるみたいだね。きっとね。さらっとひどいこと言うな。チーズはこんなにもネズミを狂わせるんだね。少しどんな味なのか気になってきたよ。幻覚とはいえ恐ろしいな。
もうチーズ食べるのをやめた方がいいかもな。本当はチーズの海なら溺れたい。次回マットラットデッド 4-3 ネズミたちの通路にしても、さっきまでの俺はこんなんだったのか。もうほんと振り回されて大変だったんだから頑張ったよ僕。うわ離せ、俺を食うな。落ち着きだよマットラット、人間の子供だよ、君を助けてくれたんだ。知るかよ、人間が俺に触るな。この子の、この子は多分悪い人間じゃないのに。おい、マットラットは首を撫でられたらめっちゃ弱いよ。間違ってねえけど余計なこと言うな。てか助けろ。次回マットラットデッド 4-4 公園の片隅より。何もかも全部あのチーズのせいだ、最悪だ。はあ、チーズ関係なくビンタでお仕置きしなきゃな。どうしたの、早く戻ろうよ。そうだけど、なんかな。まさかあのお化けがトラウマとか。お前だってあの姿を見たら絶対こうなる。倒しちゃえばよかったのに。最初はしようとしたさ、でも無理だった。マットラット、自分で勝者になれないと思い込むのはよっぽど愚かなことだよ。なんかいろいろ聞いたことあるな。次回マットラットデッド 4-5 暗い水の通路リプライズ。もう絶対見たくない、次見たら。あとはどうだ。ちょっと思い出したように失神しないでよ。で、チーズだ。ってことは近くに猫がいるんだ。どうするの？ああ、水が逃げ場もないよ。そう、こんなところで。こうなったら仕方ねえ。パート。何？俺は奴に立ち向かう。猫にネズミが？正気かよ。いいか。俺の名はマットラット。イカれてるネズミは猫にだって復讐できるんだ。次回、マットラットデッド 4-6。VS 黒猫。さあかかってこい猫ちゃん、ネズミを舐めるなよ。行くぞ、僕たちの戦いはこれからだ。あれ、何このモザイク、ついに一線越えちゃった。まあある意味な、この先はまだ見せられないんだ。つまり一旦ここで終わりだ。ちょっと唐突すぎない？あの猫ちゃんどうなったの？僕たち助かるの？いろいろ事情があるんだ、分かってくる。気になりすぎて心拍数上がっちゃうよ。というかこれからどうなるか、お前も全部知ってるだろう。次回マットラットデッド 5-1 へほへほへへ。まあ仕方ないか、続きをできる日が来るのを願っておくよ。ああ、俺もだ。そんじゃまたな。